在スペイン日本国大使館日系スペイン人とは、日本人のルーツを持つスペイン国民、及び日本に生まれ、スペインに移民した人々である。日本国籍保持者に加えて、中南米出身の日系人やハポン姓などを含めると総数は1万人以上に上ると見られる。最初のスペインへの移民は17世紀の長谷倉、常ガによる、慶長剣王施設が、 スペイン南西の都市セビリア近辺にあるコリアデルリオに長期滞在したことに始まる。この町には現在、ハポン製もしくはザパン製の人が約700住んでおり、この施設団の中で日本に帰らず、現地に泊まり移住したキリスト教徒の日本人や、施設の現地人水婦、その支援者の子孫であると言われている。ハポンの表記は、スペイン北方のガリシア州における、 ガリシア語では、現在も雑藩である。1996年に、中スペイン日本国大使の坂本茂太郎が、ラジオで呼びかけ、ハポン声援を持つ650人や、施設ゆかりの東北地方の裏選挙メンバーなどを集めた、ハポンパーティーをセビリアで開催した。1970年代以降は、中南米のスペイン語圏の日系人がスペインへ移住する傾向も強くなっている。 大西洋に浮かぶカナリア諸島のグランカナリア島は日本の遠洋漁業の基地として賑わっていたために最盛期には数千人の日本人が定住し日本人学校も設置されていたが1975年にモロッコが西サハラで西サハラ戦争を開始すると漁業は衰退した。ありがとうございます。